ますよね。なんかやっぱね、山手線はちょっと合わないですよね、さすがに。まあやっと海の近くで弾けるということで、それなりに様になってるかなという感じなんですけど、1曲目はですね、ハワイの海に影響されて作った曲を軽く弾きたいかなと思います。レイトナイトシャンティーという曲です。一応これもアルバムの中に入っているので、演奏が全部終わった後、横の方で、サイン会とか CD 販売、T シャツ限定 T シャツ販売してますので、もしお時間あればぜひ来てみてください。まあ、その、自分結構何回も言ってて、知ってる人は知ってるかと思いますが、一応14、12ぐらいまで一応八王子出身で、その後ハワイに 4,5 年ぐらい、引っ越して住んできたんですけど、やっぱりそのちょこちょこ帰ったりしてみて、結構知らない場所とか結構多かったんですよね。まあ元々のキャラとかもあったかもしれないんですけど、やっぱり未知の場所といいますか、ここ一回も行ったことないっていう場所が多くて、例えば江ノ島とかそうですし、本当になんかもう行かないと人生損するでしょっていう場所が結構まだまだたくさんあると思うんですよね。なのでこれからも、新しい場所とかこれから訪れる場所に、そのまあ思い出を忘れずやっていけたらいいかなと思ってます。Memories of this place という曲です。直訳で、あの場所の記憶、この場所の記憶っていう曲です。
ます。